ミキコは生きてる。そうだな。ええ。おお。生きています。健康上も何の問題もありません。しゃあ、カイドウのおっさん。ただよかとりあえずはよかった。ただミキコが生きてたってなら、あいつはこの2年間何してたんだ。あの人がなぜ家族にも連絡してこなかった。そんなことしない。それに今どこにいるんだ。ミキコさんは連絡しなかったんじゃないんです。できなかったんです。どういうことだ。乖離性健忘、いわゆる記憶喪失だったからですよ。高次脳機能障害だったんだ。2年ほど前、私は付近の河原で大怪我を負い、気を失っているミキコさんを見つけ保護したのですが、その時すでに彼女には記憶がなかったのです。ただ自分の名前がミキコだということ以外は。記憶喪失。そっか、だから連絡できなかったんだな。じゃああんたが母ちゃんの死をでっち上げたのって。ええ、彼らの目を欺くためだったのです。なるほど。つまりミキコを監禁してたわけじゃねえ。ヤバそうな連中から守るためにかくまっていたってわけか。だが腑に落ちねえな。なんで札に連絡しなかったんだ。それがミキコさんが警察に連絡することをすごく嫌がったのです。いえ、正確には警察というより外の世界に対して異常に怯えていて、自分が生きていると誰かに知られることを極度に恐れているようでした。なんだろう、記憶がないのに。いわゆる記憶喪失という症状は、記憶がなくなってしまうわけではなく、思い出せなくなっているだけなのです。そうですね、記名、インプット、統合、アウトプット、まあ、アウトプットの方の多分障害なんだろう。過去の極度のストレスやトラウマが原因だったりしますので。三宅式記名力検査と霊視覚機能検査、あとメントンだったりとか、無意識に忌避してしまうことがあるんです。その辺の検査の点数を知りたいですね。その点数によってどういうタイプの記憶障害かっていうのはある程度考察できるんで。記憶喪失でも頭の中に嫌な記憶は眠っていて、本能的に危険を避けてしまうことはあるということです。少年畳。よくわかんねえけど、そういうもんなのか。なんだっけ、そう、三宅式記名力検査っていうのがあるんですよ。そう、俺全部覚えてたんだけどな。病院、水泳、停車場、まわた。さあ皆さん、病院の次に言った言葉って何でしたっけ。覚えてます？皆さん、僕が今病院って言った後に何て言いました？あ、水泳。あ、正解正解。はい、だからなんだってやつ。ミキコの意思を尊重したってことなんだろうが。